マリア・テレジア、マリア・テレジア、1717 17年、5月13日から1780年11月29日は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝カール6世の娘で、ハプスブルクイコールロートリンゲン朝の同皇帝フランツ1世、ステファンの皇后にして、共同統治者、オーストリア大公、在位、1740年から1780年、ハンガリー女王、在位、同じ、 ボヘミア女王、在位、1740年から1741年、1743年から1780年で、ハプスブルク帝国の領袖であり、実質的な女帝として知られる、カンショウ、オーストリア系ハプスブルク家の男系の最後の君主であり、彼女の時代から、つまり、子供たちの代からが正式に、夫のカメーロートリンゲン。 ドレーヌとの複合性、二重性で、ハプスブルクロートリンゲン家となる。なお、マリア・テレジア本人が好んで使用した、称号、サインは、女王と皇后の頭文字を取った、形形であり、以後のハプスブルク家で、慣例的に用いられるようになった。1717 17年、ハプスブルク家のローマ皇帝カール六世と、皇后エリーザベト・クリスティーネの長女として誕生した。 カール六世の最初の女子であり、両親は遥かヨルダン川の水で洗礼を受けさせたり、マリア・テル教会に黄金の子供像を奉納したりと歓迎した。小さなレースルは母親譲りの輝く美貌を持ち、市民からの人気も高かった。それまでハプスブルク家はサリカ法に基づく男系相続を定めていた。しかし、彼女の兄が溶接して以後、 カール六世に男子が誕生せず、成人したのも、マリア・テレジアと妹のマリア・アンナ、マリアンネのみであったことから後継者問題が表面化してくる。マリア・テレジアの結婚について、おい原稿は、バイエルンとの縁組みを進め、またサイベルリンのオーストリア大使ゼッケンドルーフやカール六世の、自重長バルテンシュタインらは、プロイセン王大使、フリードリヒ、後のフリードリヒに生意。 大王との縁組を推薦した。なお、オイい原公も、フリードリヒを推薦したとの説もある。しかし、ロートリンゲン、ロレーヌ家は、第二次ウィンーン方位において、オスマン帝国を敗走せしめた英雄カール五世、シャルル五世の末裔であり、ハプスブルク家にとっても深い縁があったことから、カール五世の孫との縁組が決定される。ロートリンゲン、ロレーヌ公、 レオポルトの三人の息子は1723年からウィーン宮廷へ留学し、長男クレメンスが婚約者候補となったが、同年に病没する。そこで、次男フランツ・ステファン、愛称、フランツルが婚約者候補となり、また、カール六世もフランツのことを大変気に入り、交代偶を受けるようになった。マリア・テレジアは6歳の時に15歳のフランツと出会い、 同形はやがて愛情へ変わり、その様子は夜は彼のことを夢み、昼は女官たちに彼のことを話しているとイギリス大使が記している。1736年2月12日、アウグスティーナ教会で二人は婚礼を挙げた。この時、マリアテレジアのドレスの裾を持ったのは、慣礼に反して教育係であったシャルロッテ、フックス伯爵夫人、フルネームは カロリーネ・フォン・フックスイコール・モラールトであった。当時の王族としては奇跡にも近い恋愛結婚であった。結婚に際しフランツは、フランス王類十五世の理解を得るため、両地ロートリンゲン、ドレーヌ公国をフランスへ割上しなければならず、代わりにトスカーナ大公の地位を得た。カール六世は、おゆげん公の王女には、神切れよりも強力な軍隊と財源を残すべしという、 対を尻目に、プラグマーティシェザンクチオン、国事証書、プラグマティシャサンクションを出して国内及び各国に、彼女のオーストリア・ボヘミア、ベーメン・モラビア、メーレン・ハンガリーなど、ハプスブルク家世襲領の相続を認めさせた。また、女子が皇帝になることはできなかったため、定位には、娘婿、フランツ・ステファンがつくこととした。しかし、カール六世はそれでも、なお男児、 孫の誕生を夢見ており、彼女に、政治家としての教育は施さなかった。このため、マリア・テレジアの幼少期の公式記録は、ほとんど残されていない。このような政治的事情の一方、マリア・テレジアとフランス・シテファンの中は、スコブル・円満であるが、結婚後4年のうちに連続して3人の大公女が、誕生したため、反王ーストリア側諸国の先導もあり、フランツが批判を受ける。 1737年、フランツはトスカーナ大公となり、1739年1月に夫妻はトスカーナを訪問する。フランツは同地の財政を立て直し、以後オーストリアの財政基盤となった。相続問題の見通しの甘さは、カール6世の崩御後、すぐに露呈する。1740年10月20日、カール6世が突如崩御すると、 国本直上のハプスブルク家の領地は分割してはならないを公然と無視し周辺諸国は娘の相続を認めず領土を分割しようと攻め込んできた。これがオーストリア継承戦争1740年から1748年である。フランス、スペインの列強のみならずブランデンブルクイコールプロイセン、バイエルン、ザクセンなども反旗を翻した。 マリア・テレジアは、当時23歳、しかも第四校妊娠中で、いかなる政治的教育も受けていなかった。各国の大使は本国に、彼女が無知だと報告したが、英国のみが、毅然とした態度や落ち着きに、非凡の際ありと注意を促した。1740年12月16日、プロイセン王フリードリヒ2世が最初に、治療の南にある、 ハプスブルク家領のシュレージエンに侵攻した。プロイセン王は孤立しているハンガリー女王マリア・テレジアを守護、有事における支持と軍資金の提供をするための出兵であるとして代償として300万グルテンとシュレージエン活譲を求めたが死者の到着より侵攻が先であった。これに対して動揺する老身らにマリア・テレジアはシュレージエン防衛の決意を明らかにし、 第一次、シュレイジエン戦争、オーストリアザクセン戦争が勃発した。さらに、バイエルン選帝校、カール・アルブレヒトも、オーストリアの敵に回った。1741年3月13日に、待望の男児ヨーゼフが誕生し、国内の士気は大いに上がる。しかし4月10日には、モルビッツの戦いで大敗する。これを受けて、フランスもプロイセンに加勢し、 西側を包囲された四面楚歌の状況にあって、マリア・テレジアは東方のハンガリーに救いを求める。ハンガリーはドイツ人から見れば異民族であり、心情的には長年対立していた。マリア・テレジアは夫と子供たちを伴い、プレスブルク、ブラチスラバへを赴き、6月25日にハンガリー女王として即位した。美しく力強い女王の姿は好印象を与えた。 ここで、ハンガリー議会、盗賊議会と交渉を開始する。9月には、幼いヨーゼフを抱き、この子を抱いた私を助けられるのはあなた方だけなのですと演説。数ヶ月にも及ぶ、殺衝の末、ハンガリーは、我々は我が血と生命を女王に捧げると制約し、特権と引き換えに資金と兵力を差し出した。ハンガリーの兵力は小規模なものであったが、 画界寸前のオーストリアに忠誠を誓った事実は敵側に大きな動揺を与えた。なおハンガリーは後世までオーストリア軍の主力として有名を馳せることとなる。1742年5月、コットジッツの戦いにはフランツの弟、カール・アレクサンダーを指揮官に抜擢した。このことも遠因で敗北し、7月に 英国の仲介でプロイゼンと一時的に休戦する。主ジエンの活動も容認せざるを得なかったが、これをもって占拠していたフランスバイエルン連合軍が、プラハから撤退して、ボヘミア、米面王位を奪還し、1743年5月12日、マリア・テレジアは、同地で、ボヘミア女王として退官する。この時、何度も、態度を表現させる。 ボヘミアの人々に対し彼女の怒りはただならぬものがあったが、カール・アルブレヒトに協力した貴族の一部と資金を苦面したユダヤ人を追放したのみに止めた。カトリックの守護者としてユダヤ人には容赦がなかったが、後に経済面への打撃から撤回している。こうして国家の緊急事態に際し、裏若いマリア・テレジアが諸国の信仰に駆使しなかったことは、 彼女の評価を大いに宝しめ、後年になって、フリードリヒ2世は、今のハプスブルク家では、稀に見る男性が統治している。ところがこの男性というのが女性なのだと評した。また長男、ヨーゼフの誕生が、もし、カール6世在世中であれば、マリア・テレジアは後見人の地位に留まり、その政治的才能を発揮できなかっただろうという、指摘もある。一時は、 帝位もボヘミア王位もフランス王に担がれたカール・アルブレヒと皇帝カール七世に奪われていた。1744年皇帝の死後を名目としてプロイセンが再進行した。しかしプロイセンの軍事力と野望が表面化したため、9000前とは逆にプロイセンが孤立する。翌1745年1月20日、カールはあっけなく病没し、 皇帝選挙で1745年9月13日には9票中7票を獲得して、夫、フランツ・シュテファンを定位につけることに成功する。マリア・テレジアは、定位の奪還を、ことのほか喜び、解任中であったもののフランクフルトへ同行し、夫の晴れ姿を見ている。マリア・テレジアは、ドイツ各地で法芸を受け、特に、フリードリヒ2世の最愛の実施バイロイと、 辺境白夫人ビルヘルミーネも越見を申し出ている。オーストリア側が優勢な戦闘もあったが、プロイセンには、軍隊の質、他民族から構成、有力貴族のみを登用し有能なブローネ将軍を、礼遇するなど、構造そのものに問題があったなどから全般に、劣勢であり、戦争は膠着した。プロイセンの隣国ハノーファー選定公領と、同軍連合であった、英国の仲介により、 1745年のドレスデンの輪において、プロイセンによるシュレージエン領有を承認した。この間、1744年1月にただ一人の実前マリアアンナとフランツの弟、カール・アレクサンダーが結婚したが、同年末にマリアアンナは死産の後、死去している。主に英仏間で戦争は続行され、最終的に1748年のアーヘンの和役。 エクスラ・シャペル条約によって集結した。これにより、マリア・テレジアのハプスブルク家相続は承認されたものの、シュレージエンの活動が決定的になった。継承戦争の間、1743年から1748年にかけて、夏のリキューシェインブルーン宮殿の造営に着手した。ホーフブルク宮殿とは異なり開放的で、家庭的な居城となり、 他国には見られないハプスブルク家を象徴するものとなった。主ジエ演を奪還する目的で、ハウクビッツを投用しての内政改革や、ダウン将軍による軍改革を行う。そして、外交面においては、カウニッツを投用して、フランスに接近する。マクシミリアン一世以来長らく、ハプスブルク家とフランスとの間で交争が続いていた。しかし、先の戦争で、 敵はフランスではなく、プロイセンであることは明白で、英国との利害関係も一致していなかった。1749年3月7日の午前会議で、カウニッツは、こうした現状分析の後、同盟国を英国からフランスへ変更することを、想像する。皇帝へ、フランツや重臣たちは、驚愕を隠せなかったが、マリア・テレジアはこれを支持する。会議以前に、 カウニッツと討議しており、彼女が提唱した案がより洗練されていた。1750年10月、女帝から全権を委任されたカウニッツは、フランスへ向かう。マリア・テレジアは、個人的に、フランスの刑罰政治を嫌をしていたが、多額の資金を使って、フランスに侮どられぬよう装い、ポンパドゥール夫人を通じ国王類15世を、懐柔した。また、同じく、 フリードリヒ二世を嫌をするロシア帝国のエリザベータ女帝とも難なく交渉はまとまった。しかし、ウィーンとサンクトペテルブルクの中立地としてザクセンのドレスデンで交渉したことから、プロイセン側もオーストリアとロシアの接近を察知した。先手を打ったのはプロイセンで、1756年1月16日、英国と第四次ウェストミンスター条約を結ぶ。5月1日。 ベルサイユ条約をもって、オーストリアとフランスが、ついに同盟を結ぶ。こうして作られたプロイセン包囲網を、マリア・テレジア、エリザベータ女帝、ポンパドゥール夫人にちなみ、三枚のペチコート作戦と呼ぶ、こともある。マリア・テレジアはポンパドゥール夫人に深く感謝し、高価な贈り物をしたが、教授から感謝状は書かなかった。またこれに伴い、 生後感もないマリア・アントニアの婚約も内定した。1756年8月29日、プロイセンがザクセンに侵攻して、先端を開く。後に7年戦争と呼ばれるこの戦争は、前回と違って、フランスやロシアの同盟を得たオーストリアが優勢に、戦争を進め、特に1759年8月12日、クネルスドルフの戦いでは、 フリードリヒ自らも被弾するほどの打撃を与えた。しかし、オーストリア、ロシア側が受けた被害と政治的事情からダウン将軍はグーベン協定によりベルリン攻撃を避けたブランデンブルクの奇跡。その後も圧倒的な勢力差からプロイセンは急防し徐々に追い詰められていくが、オーストリアもまた資金難に陥っていった。一方、新大陸での戦線で、 英仏はそれぞれ打撃を受け、英国は1761年10月プロイセンへの援助を打ち切る。持久戦によるプロイセンの全面降伏を目前にして、戦況が大変化を遂げたのは、1762年1月5日、エリザベータ女帝崩御によるピョートル三世の即位である。ピョートル三世はフリードリヒ崇敗者であり、ロシアが最終的に戦争そのものから離脱した。 その後オーストリアが敗戦したことで、マリア・テレジアは、シュレ主ジエン奪還を諦めざるを得なくなる。マリア・テレジアも自身の私物を売却していたほどに、国力は限界を迎えていた。こうして1763年2月15日の、フベルトゥスブルク条約で、シュレージエンのプロイセンによる領有が固定化した。オーストリア継承戦争と年戦争を経て、オーストリア、プロイセン両国は、 近代国家としての制度を整備し、その後の発展の礎を築いた。大きなものには小学校の新設、工事数や徴兵制度の改新が挙げられる。軍事行政委員が設置され、軍勢徴収に関する盗賊の介入が排除された。1762年には、軍事機構が宮廷軍事長のもとに統括され、宮廷軍事長が最高決定機関となった。また、 一般徴兵制が採用された。この徴兵制は全国民の無差別の兵役義務を承認しており、実際は身分差別あり、農民出身であっても給料を得られるようになったことで兵士たちが安定した生活を保障され、オーストリアの軍事力は格段に上がった。1764年3月、かつて定位をカール7世に奪われた経緯から、 長男のヨーゼフを、ローマ王、ローマ皇帝の後継者へ推挙し、可決される。1765年8月18日、夫フランツが表御する。マリア・テレジアは以後、喪服だけをまとって暮らし、しばしば夫の墓所で祈りを捧げた。翌1766年3月には、マナ娘のマリア・クリスティーネ、愛称、ミにのみ、恋愛結婚を許可した上、多額の資金を与え、 さらに比較的近距離のプレスブルクに居住させた。このことで、マリア・テレジアは少し気が晴れたという。七年戦争後も、マリア・テレジアによる改革は進められた。しかし、この頃になると啓蒙主義的な官僚の勢いが強くなり、改革も次第に啓蒙主義的な色彩を帯びるようになる。衣装の自由化、1766年にアイエズス会の禁止。 1773年などが代表的であるが、彼女自身は次第に保守化した。また、イエズス会禁止により職がなくなった、改正職者たちを中心に教員として採用し、他国に先駆け、全土に均一の小学校を新設、義務教育を確立させた。全国で同内容の教科書が配布され、各地域それぞれの言語で教育が行われた。一方、 オランダ出身の寺院であるファンスー・ダーンシ男クによるウィーン大学医学部改革の後ろ盾となり死体解剖を行うことを許容した。カトリック教徒であるマリア・テレジア自身も旧来の信仰がオーストリア近代化の障壁となっていると認識していた。息子ヨーゼフ2世は混乱もなく定位についた。1765年から法業までの間、 ヨーゼフとの共同統治となる。しかし、その急進的な改革姿勢とはしばしば意見が対立し、最初、カウニッツも彼女への不満を書き残している。特にヨーゼフが1772年、マリア・テレジアの反対を受け入れず、第一回ポーランド分割に加わったことは彼女を深く悲しませ、その晩節を汚すものとされる。さらに1777年末以降、 バイエルン継承戦争をめぐっても、ヨーゼフと対立する。1780年11月中旬、マリア・テレジアは散歩の後に高熱を発し、約2週間後の11月29日、ヨーゼフ2世、耳塞、独身の娘たちに囲まれながら放御した。病の床では、フランツの遺品であるガウンをまとっていたという。遺体は、最愛の夫フランツと共に、ハプスブルク家の墓所である、 カプツィーナーの骨堂に埋葬されている。父カール6世が後継者問題で悩んだため、彼女はできる限りこう産もうと考えていた。マリア・アントーニア出産時以外は安産であったという。個人的には、当時の王族としては珍しく、初恋の人である夫、フランツ・シュテファンとは恋愛結婚で結ばれ、夫婦生活は非常に円満だった。 フランツは時折、他の女性と浮き名を流すことがあったが、政治家として多忙な彼女はそれらを把握した上で、容認した。また、夫が亡くなると、彼女はそれまで持っていた、豪華な衣装や装飾品をすべて女官たちに与えてしまい、以後十五年間、自らの島で、喪服だけの生活を送った。多忙な政務をこなしながら、フランツとの間に、男子五人、 女子十一人の十六人の子供を成した。子供に関しては、四女マリア・クリスティーナを最も可愛がり、彼女にだけは相愛の、ポーランド王権作戦戦抵抗、アウグスト三世の息子、アルベルト・カジミールとの恋愛結婚を七百六十六年に許している。このため、マリア・テレジアの死後、この夫婦は、ヨーゼフ二世からレーグルされた。マリー・アントワネットは、 マリア・クリスティーナの次に可愛がられていた。また、体に障害があり病弱であった次女マリア・アンナや、反抗的なマリア・アマーアリエに対しては、障害を通じて告白であった。もっとも、彼女ら二人を厄介者呼ばわりして、真っ先に嫌ったのが他ならぬマリア・テレジア本人である。死の直前まで末娘で、フランス王妃になったマリア・アントーニア、マリー・アントワネットの身を案じていた。 夫フランス譲りの遊び好きな娘に対し、フランス革命の発生を警告する手紙を送っている。プロイセン打倒のため、マクシミリアン1世の時代に始まる200年来の宿敵フランスと和解する必要から、娘や息子のほとんどが、フランス、スペイン、イタリアのブルボン家の一族、多くは、ルイ15世の孫と結婚している、詳細は、ヨーロッパの祖母も合わせて参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。